韓国ソウル、地下鉄ホンデイップク駅。着いた着いた、若者の街ホンデや。さて今日行くところはこっちやな。よし行こう。ヨンナムドンの方へ向かって歩いていく。そう、駅前はヨントラルパークといわれる公園が広がっている。線路の跡地に作られた公園で、ホットプレイスと言われてもう長い時間が経つ。観光客もものすごく多い場所や。気分も爽やかに公園を歩いて、なんか書いてる。飲酒正常地域。夜になるとここで酒飲んで他人に迷惑かけたりする人がおるからやんな。うるさかったりタバコの匂いとか。まあ俺は一人で飲んでクーぐらいしか言うてへんからな。それはそれでまた寂しいけど、酒はうまいもんと楽しく飲まなあかん。そのために俺は今向かっている。あれ、またなんかある。酒の道は嫌です。森の道は好きです。そりゃ俺もそっちがええよ。ただ俺今から酒飲みに行くね。俺だけの酒の道を歩いていく。ヨンナムドンの交番、意味もなく敬礼。お前は一体誰やねん。捕まるで。ヨンナムドンはこういう一本入った路地とかにたくさん店があったりする。今日のお店もそんな。ん？なんか貼られてる？なやこれ。メッセージカード。オンニの新しい出発を応援して。あなたの新しい出発かわからんけど、ファイティン！俺も応援しとくから。全く何の力にもならんけど。すぐ目の前にはピラティスって書いてる看板がある。やったことないけど、あ、なんか書いてる。膝大丈夫ですかって書かれてるけど、ここのお客さんの感想とかもびっちり書かれてんねん。これちっちゃすぎ。上から下まで余白なしやねんけど、これみんな読む？ただピラティスは俺みたいに姿勢悪いやつはええとか言うしな。今膝もめっちゃ痛いから。1ヶ月寺での修行ずっと正座で過ごしてたから、右足の膝がもう水溜まってパンパンやねん。それはピラティス関係ないからな。病院行けって話やしな。でもこれ実際病院行って水抜いた方がええっていう人と、水抜いたらあかん言う人がおって、ああご飯。そんな走れんやったら俺の膝はまだ大丈夫や。こっちこっち、着いた。早くも腰。外観はとてもおしゃれな門構え。そんな入り口を入って入店です。こちらのメニュー、基本的にはご飯屋さん、定食とかもあんねんけど、まずは代表メニュー。スジャビー주시고요그리고소주한병주세요。진료있어요？ね、人類です。優しくしたがペロリ。スジェビを想像したからなのか、焼酎を想像したからなのか、いやどっちもや。あら、すぐ後ろにメニューあったわ。目の検査してるんちゃうかなと思うぐらい向こうの方のメニュー見てたわ。なんてくだらんことしてる間に用意してくれた基本のおかずはヨルムキムチ、そしてムセンチェ。来た。ご対面からすぐに右手はぐる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 。もう体の方はかなり良くなったでローリング。ええ感じ。やっぱり健康が一番やで、と思いながら、いっぱい。五臓六腑に染み渡る。秋風に吹かれる門で舞い上がれ。ありがとうございます。そんな焼酎の味が残る口に、ヨルムキムチを一口。この酸味のある酸っぱさと歯ごたえがたまらん。なんて思ってたら度肝を抜かれ。え？でかい。俺の体があともう少しちっちゃかったらもうこれお風呂やで。ええ匂い。とりあえずおこ、めっちゃ重いから。いつでもどこでも運動や。湯気で顔が隠れるぐらい熱々やから、さらによそっていこう。スジェビーだけではなく、中にはたくさんの具材が入ってる。色してるこのスープももちろんお皿に移動していく。
全体的にフーフーするが我慢できひん。やはり何といってもスジェビから。個別スジェビフーフーはかなり入念にする。体内にある二酸化炭素を吐きまくる。時は来た。スジェビを一口。キントンのようなスジェビに乗って俺は空を飛ぶ能力を与えてもらったぞ。なんといってもまず入ってくるのはこのスジェビのプリプリさ。それをもっと感じたくてこれだけ掴んでしまう。ええ感じに煮詰められてるからかスジェビが楽に体に入っていく。そしてスジェビを噛むたびに中から出てくるこのスープの味、直接飲んでみるとすぐわかる。どちらかというとお味噌汁に近いようなこのスープ、これは落ち着く。中に大量に入ってるシレギ、金魚が餌を与えられてるかのように口をパクパクフーフーする。入念すぎることはない。そして一口、スジェビの柔らかさとはまた違う、しっかりと噛み応えのあるシレギ、うまい。このスープとともにガマガエルは泳ぎ出す。お味噌汁に入った大量の具を食べてるような気分になる。一口いったらまたスープ、喉を過ぎるとあさっての方向を見てしまう。意識が戻ってもう一杯。なんとも健康的な味。その秘密はこいつや。大量に入った干しエビ、よし捕獲するぞ。さっきお皿に普通によそっただけやのに、どんだけ入ってんねんっていうほど出てくる。四男丼に新しく登場、シュリンプタワー。それを一気に独り占め。俺の背中も丸まってまう。笑みもこぼれる。運ばれてきた時大きさにもびっくりしたけど、一番最初に鼻に入ってきた匂いはこの干しエビの匂いやった。だからこそこのスジェビのプリプリさと干しエビから出たこのエキスで、味噌ベースのこのスープはとてもクリアな感じがする。だからこのスープを飲むたびに感じるこの落ち着く感じ。クリアなスープにクリアな焼酎、そしてまたこのクリアなスープ、クリアとクリアとクリアのサンドイッチ、いやもう全部クリア。みんなには見えてへんかもしらんけど、スジェビを食べて海が見える。うん、俺は溺れてるわ。メニュー表には2人前って書いてるけど、2人で食べてもかなりお腹いっぱいなりそうな量や。なんか得した気分。こんだけ餃子あったら欲張ってまうのが俺や。シレギだけじゃなくエホバも。そして忘れちゃいけないこのスープ、いっぱい取ろう。よし、あっつ。欲張りすぎて自分の指まで具材にしてた。ほほほ、熱かった。スジェビ一つ一つも分厚く見えるけど、食べにくくはなく、つるっと入り食感もよし。あ、そうや、スジェビと個別に面談。スプーンに乗せていく。そしてこれや、ペロペロ、ヨルムキムチ、世紀の大合体。そして大きく一緒に一口。ヨルムキムチの絶妙な酸っぱさとまたこのスジェビがよう合う。やっぱりこの味噌ベースのスープやからか、負担なく連続してずっと食べることができる。これってなかなかできひんで。ん？これなんや、薄く切られたジャガイモも入ってる。こういうのうまいねんなって思う前にも口入れてたわ。ホクホクしててスープもいっぱい吸って、こりゃうまいわ。うん、まだあるかな、ジャガイモ。あれ、もうあれへんがな。もしかしたら知らんうちに食べてたか溶けたかどっちかやな。残念。落ち着くためにジンロちゃん。お、あれなんや、あんなんあったっけ。こだりくい話ですよ。いや、あれは絶対これやろ。該当しそうなんこれしかないからな。とりあえずこだりくいが出てくるまでお皿に入ってるスジェビをむさぼり尽くす。体の中から温まる。汗も出てくる。もうちょっとしたら一気に寒なるやろうから、寒い季節にもよう合う一品。おもむろになんか置かれた。このタイミングでもやしの和え物。俺もやし好きやから嬉しいけど、もしかしてこだりくいちょっと辛いんかとか思いながら一口食べて、この食感で大満足。うん、もうちょっとかかるかな。じゃあ箸は動く。一つかみが大きかったけど、あ、いつもこうやでっていう感じで口に運ぶ。
豆もやしの食感に惑わされながらも、それをつまみに人狼一杯。あかん、結局店員さんもびっくり、ものの数秒で全部食べてもうた。取り皿みたいになってもうてるやん。自分で食べといて驚く男、そんな行動にやけ酒やなんて言い訳して焼酎飲んだら運ばれてきた。このお店は全てがでかい、もっぱん YouTuber のサムネイルみたいになってまう。ただ匂いは香ばしい匂いしてる。うわ、箸を入れただけでわかるこのプリプリさ。自然と笑みがこぼれるほどのこのビジュアル、優しく釣り上げる。フーフーをするが我慢はできない。口いっぱいに広がるこのこだりの肉厚さ、ちょっと心配になってきてもうたやないか。頼むん遅かったんちゃうかな俺。スジェビに続き酒が進む。韓国はスケトウダラの呼び名がめちゃくちゃある。不思議やなぁなんて片隅では思ってるけど口は止まれへん。全然忘れてへんでこのスープ。やっぱりワンスプーンだけでは物足りず、こだりと一緒に食べるため、もう一度皿によそっていく。あなたもこちらへかも。生臭さは一切なく、外側はええ感じにパリパリになってんのに、身の部分は柔らかく、味付けも強い感じでされてへんから、こだりそのままの味が口に広がる。スジェビで小休憩をし、残った骨の周りもしゃぶり尽くす。どんな魚でもやっぱりこの骨の周りの肉って食べてまうねん。身の部分とはまた違う旨味、逆側もギャブリ。スジェビも休みなく入っていく。ただ問題が一つ、スジェビもでかいし、こだりもでかい。ガリバー旅行機やで、こんな。ちょきよ。何が起きたか分かる人は分かるやろうけど、とりあえず大きなトゥッペギから残ったスジェビをお皿に入れ、まだまだほんのり温かさの残るスジェビと、身も心も落ち着く魔法のスープを平らげていく。さあ、そろそろ最後の一杯ぐらいになってきたな。汁物で酒を飲む、これが韓国っぽい飲み方や。よし、最後の一杯。あら、トゥッペギの底に残ったかすかなスープもお玉で一杯。ホダリはどこに行ったかというと、持ち帰り。この量は無理。本出駅からちょっと行ったヨンナムドンの方にあるスジェビのお店。おしゃれな外観とは裏腹に、身も心も温まる大満足なお店。え？なんやあれは。でっかい手、なんか書いてる。ガリバー旅行機。さっき俺が店の中で感じてたことや。スラムダンク並みのハイタッチしてやったぜ。力入れすぎて痛いわ。チャルモゴスミだ。